待って、マスカットティー&レアチーズケーキのどこぞの貴族やい。いいな。じゃあ行きます。今日もご飯ありがとうございました。ありがとね。せーの。え、怖い。やびっくりした。びっくりした。顔確かに。でも驚いたら顔変になるの。え、そしてね、やっぱシャンメリーを飲むということで、いいグラスをご用意していただいて。いきます。じゃあ注ぎますね。でもさ、本当はさ、これさ、コップ持っちゃいけないんだけど、持たなかったらなんか映んないので、ちょっと持たせていただきます。マナー的にはダメかもしれないけど。え、こぼれた。まあなんかいい女、なんかいい女、なんだこれ、いい女。あら、おしゃれね。ちょっとこぼしたけどさ。よし、いい女だ。それでは、はい、皆さんなんかありますか。それこそシャンメリーか、これちゃんと出てやるんだろう、マジで。シャンメリーかなんかいろいろ持っていきますよ。それでは、ハッピーメリークリスマス、乾杯、イエーイ。乾杯、飲みます。やばい、いくよ。え、怖い怖い怖い。あ、そうそう、お酒で。だってこれさ、確かにバーされたらどうしよう。あ、シャンメリーです。乾杯、みんな乾杯、メリークリスマース。あ、炭酸だ、炭酸だ、炭酸。そう、炭酸苦手なんです、とても。なんでシャンメリー飲むんだいってね。これさ、どうやって、ベロ取れそう。すごい、大さん抜いとけばよかったかも。毎年のことだが、予備で取っておいたケーキホールで6台食わない。そんなに食べるの。すごいね。今すごい変なタイミングで唾飲み込みそうになった。あ、炭酸苦手仲間やった。この前さやさんもシャメリー飲んでた。本当に、ちょっと待って、これさ、閉まんない。え、どうやって閉まん、え、閉まんない、これ閉めれるのこれ。声の後の一杯だよ。お、今日初めて声入りました。ありがとう、見つけたよ。もいちゃんさんとか愛かった、やったー。今もちょっと、もいちゃんさんくらい。サンタまでじゃないんだけど。え、これさ、閉まんないから、まあいいや。いい、はい、萌えサンタじゃない、萌えさんくらい。たまで行くとね、ここだから。閉まらないの、あ、閉まらないのか。むちゃん来たよ、ありがとう。あ、閉まらないんだね。しょうがねえな、閉めてあげるよ、イケボ。イケボで喋りがち。お、今日も素敵な笑顔ありがとうございます。いつもありがとうね。よし、夜公演は1級でした。おー、最高。ちょっと待って、もう、うーん、おー、ベロ取れそう。ね、あのね、甘いです、甘いです。シャンメリーって甘いんですね。はい、甘いです、とても。岸田のもっちゃんがとても素敵だった、嬉しい、よかった。あー、美味しかったです。萌え、ありがとう、今月やっともっちゃん出た、本当に嬉しかった。シャミリって甘いよね、本当にね。棒になってる。ドンタコス飛びよう。ドンタコスはね、ちょっとね、クリスマス明けてからちょっと行きたいと思います。甘いけどシワシワ、そう、甘いけどシワシワ、炭酸抜けるとどんどん甘くなる。え、だよね、
もう炭酸あんまり飲んだことないけど、それを言うのは聞いたことある。へえ、シャンメリーってちなみに何でできてんの？ブドウ果汁なんだ。あ、お砂糖、加糖ブドウ糖液糖、ブドウ、発酵ブドウ、発酵ブドウ果汁。ブドウなんだシャンメリーって。なるほどね。今日ドンタコスのタルタルのやつ買ってきた。そんなのもあるんだ。ほぼジュース、炭酸ブドウジュース。あ、これブドウの味する。ブドウかと聞かれるとブドウ、マスカット的な。そうだね、そんな感じ。ワインの炭酸バージョンなんで、もともとシャンパン。あ、シャンパンはこれさ、シャンメリうん、オッケー。いいお腹出てるでしょ。赤かちゃんに話しかけてありがとうね。めっちゃ嬉しかった。ちゃんとリアルで見れて嬉しかった。もっちゃん酔ったらいい意味でやばそうで、もっちゃん酔ったら多分ね、一生こうやって喋ってる。いや、めちゃくちゃさピリピリするんだけど、いや本当にみんなメリークリスマス。50分え、見て待って、みんなあと4分、あと4分、どうしよう、全然減ってないじゃん。でしょ。ちょっと炭酸苦手でさ、ずっとこれ持ってるの。飲んでなくても一生喋ってる、酔ってなくても一生喋ってるじゃんって。ごめん、バレてる。お、今日初めて買いに来ました。すごい良かったです。わあ、嬉しい、ありがとうございます。あ、そうだね、ちょっと待って、時間ある時にさ、ちょっと、あ、もうちょっと近づく、これをこんな感じで、よし。じゃあシャンメリーで乾杯の時の写真撮ろう。いくよ、せーの、乾杯、メリークリスマース、ハッピーメリークリスマース、イエーイ。オッケー。クリスマスカード地引きで萌ちゃんだった。わあ、嬉しい。そう、あのね、メセカ、そうなの、今日の公演では私たちからのささやかなクリスマスプレゼントっていうことで、あのメッセージカードをね、メリクリーみたいな感じのメッセージカードをお配りさせていただいたんだけど、さて、ルネサンス。皆さんぜひ私の撮っていただけてたら嬉しいな。ハッピーニューイヤー、早い早い。クリスマスカードね、もういちゃんじゃなかった。でも3期生の愛がこもってるので、ぜひ大切にしてください。いや本当にね、萌えサンタに萌え、やった、メッセージカードのメッセージが刺さりました。本当に嬉しい。メッセージカード仲間がくれて、もっちゃん2枚も手元に来て泣きそう。わー、嬉しい。萌えも毎回来てくれて泣きそう。新春公演は行けます。よし、待ってます、ぜひとも。あ、めっちゃお腹鳴った。そう思った、あのさ、壇上読みさ、明日とかどう？ちょっとさ、それで5分取られるのなんかさ嫌じゃない？萌えが嫌なんだけど、だから今日はスクショしときます。で、明日最初に読んで、だから7分は普通に喋ろう。切れるまでやります。切れるまでやります。すいません、私みんなと喋りたい。そう、今日のパーティー公演ね、あのまだアーカイブ見てない方とか、あのなんだ、 DMM 直接来てくださった方と DMM でリアルタイムで見てくださった方は分かるかも。あのね、なんだっけ、まずパーティーが始まるよの、なんだっけ、ここ、3期の力でみんな笑顔にイエイのところを変えたんですよ。聞こえましたか？なんて言ってたか。ごめんね、私お昼公演ミスっちゃった。超フライングした。めっちゃフライングしてさ、最年少であるリリカを困らせてしまった。そう、メリクリメリクリ、わかってるわかってる、メリクリメリクリからの、そう、お昼はミスったなと思った。バレてしまった。
ひろくん聞き取れなかったごめん。それ私の責任です。メリクリメリクリ、あのね、サンタサンタトナカイ、なんとかかんとかなんとかプレゼントイエイって言ったんだよ。あのメリクリメリクリサンタトナカイなんとかかんとかチキンプレゼントっていう順番だったんだけど、チキンって言ったらモエとリリカが一緒にプレゼントっていうはずだったんだけど、あのチキン聞こえる前にもう先走っちゃってプレゼントって言っちゃって、リリカでモエもそれに先言っちゃったみたいな、あのすんごいね、あの大変でした。やっちゃったと思って。夜公園の桜の花見るたちでマイクスタンド決定だ。うん、あれね、なんかセリってあるの分かります？こう動くんですよ。そこにマイクスタンドの縁がちょっと当たっちゃってて、すごい揺れて、萌えが別に決定だわけじゃなくて、こうセリのね動き、萌えがステップ踏んでるからセリも動いてて、その分で、そのセリのここにかかってたから、すごいなんかグラングランしちゃって、でなんでだ、なんでこんな揺れてるんだろうと思ってチラッて下見たら被ってたから、あだからだと思ってちょっと前に押したんだ。マイクスタンドスタンド前気にしてるの分かった。そうめっちゃもうこのもうすごい口すごい口動くじゃんと思って、めっちゃ動くじゃんこの子って思ったら、もうこんななってたの。持ってるねこれね、これは持ってる。これは持ってるんだけど、こうなってたからえっと思って、なんでと思って、もうそんな急に体重増えるみたいな。もうそんな昼夜の間でこんなに揺れると思ったら、あのパッて下見たら、あのちゃんと縁にセリの縁にかかってたからね。だからあのパッて前に押しました。盛りすぎち盛りちゃん。もうちゃん揺れるし滑るしたいな、滑ったよもう。滑ったのかな分かんないけど。激しい桜の花見だったね、激しく見えちゃうね、あんだけ揺れてたら。荻野さんステップ激しすぎて毎回マイクグラグラでした。わかる、あれね本当にね、めっちゃたくさんちゃんとステップ踏んとちゃんとステップ踏んでるんだけど、こうドスドドスドじゃない、なんていうの、本当にすんごいノリノリでやると本当に揺れる。だから揺れない程度をみんなで研究してああなった。本当にね、だから頑張った。前ゼリフ、もちゃん大喜利みたいになるの少し期待した。え、めっちゃ期待されるよね。でもね、順番的にもうあそこで大喜利したらねダメだったから。真面目にやった、めっちゃ真面目に頑張った。うん、他の目は分からないけど、分からなかったみたいけど、もえちゃんの大喜利もグッドだったよ。本当によかった。いや、あのね、そう、3期検定何級でしょうみたいな、何級だったから研究ってやったんだけど、ちょっとあんまり伝わらなかった。あちゃやってしまったみたいな、そんな感じだった。言った後の照れてるとか。やだよね、地獄だよね。何が地獄ってさ、あれこれさ、あの配信 DMM でさ、親にも見られてるんよ。え。とてもとても悲しいでございますね。で辛くない一番、親に見られてるんよね。え50分あと2分、待って、じゃあとりあえずスクショだけしとこうかな。ちょっと スクショだけしときます。スクショってさ、これさ、なんかさ、いい感じになんないかな。あ、回すね。どこだ、あ、ここだ。あ、ごめん、わかんない、わかんないからいいや。はい、じゃあちょっとスクショするね。カシャって言うね。もう一回するね。カシャって言うね。オッケー。よし。一瞬変な空気になった。そう、メイク美しいです本当に。ありがとうございます。メイクバチバチ。メイクバチバチみたいな。来年は公園に行きたいです。ぜひともお待ちしてます。声出せるな、ふーって言えるんだけどね。それはそれで気まずいな。うん、本当に。
耐えてる感が伝わってきた。そうやって、あ、言ってた。持つに、持つじゃない、あの、夏木に、あの、助けを求めたけど、ダメだった。慰めてくれたけどね。サンキさんの新しい一面が見られました。わあ、嬉しい。ありがとうございます。ライダーもちゃんと一緒に歩きたい。歩こう。今日はありがとうございました。最高でした。嬉しい。もうすごく嬉しい。あの、見つけました。ありがとうございます。お、もっちゃんの見せかもらいました。やった、届いた。カフにします。わあ、嬉しい。カフにぜひとも。ありがとう。え、もう晩？え、嘘。あ、バイバイ。またね。ありがとう。